私、あなたが好きだよ。初めて会った時から。ずっと。好きだって言ってるでしょ？あんたが好き。もう、何回も言わせないでよ。わらわは主様を愛しておるぞ。なんじゃ、照れておるのか。あなたが隣にいてくれるなら他には何もいりません。心から愛しています、私の可愛い弟くん。僕は選べません。夢か。僕の名前は中丸宗四郎、陶芸家月立高明の一番弟子だ。この町に住んで早数年、思えばいろんな出会いがあった。民族学のフィールドワークで都会から来た大学生の小弓さん、月立先生の娘玉木ちゃん、茶道の名門の御霊場で幼馴染の篠姉様、山の神様であるキツネッコ葛の葉さん、なんと僕は今その全員から求婚されていたりする。そうしろ、おはよう。おはよう、玉木ちゃん。今日は私の番なんだからね。期待してるよ、旦那様。うん。そこで彼女たちが出した提案は、順番に新婚しましょう。一生を共にするのじゃ、主様には相性を試してもらえればいかんしの。新婚生活を体験して最終的に誰を選ぶか決めるのね。では日替わりということで、じゃんけんぽん。勝った。最初は私。よろしくね、旦那様。玉木ちゃんは家庭的で明るくて料理も上手だ。それに、どうじゃ、今回は疲労に効く薬草を煎じてブレンドしてみたのじゃが。うん、おいしいよ。さすが山の神様だね。弱い200年ともあろうわらわであるのに、主様に参っておるのじゃ。主様を喜ばせてやりたい、たっぷり愛してやりたいのじゃ。キュン。今夜の寝やことは楽しみにするのだぞ。キュン。弟くんは随分とお疲れのようですね。姉様、良いのですよ、生涯の伴侶を選ぶのですもの。慎重になさっても。もちろん私を選んでくれるのが一番嬉しいですけど、私は私の可愛い弟くんが幸せになるのが幸せですから。姉様、私はね、ずっと思っていたのです。真相に生まれ、誰もが私から一歩距離を置いていた。だけどあなたは違った。構わないと私の手を取り、とても近くにいてくれた。
私にはそれはとても幸せなことでした。だから今度は私があなたの幸せを願うわ。紫乃姉様、僕は。焦らなくてもいいんです。あなたの幸せを見つけて。新妻小読み。ほら、こっちこっち。だらしないぞ、中丸くん。小読みさんが早いんですよ。初めて会った時のこと覚えてる？フィールドワークに来ていた私にあなたが話しかけてくれたの。ここへはどういう用事で来たんですかって。次に会ったのはあの神社だったよね。そこで自己紹介して。懐かしい。どうしてかしらね、不思議とあなたのことが印象に残っていて、その後もずっと頭から離れなかったの。僕もそうだったかもしれない。もしかしたら運命の出会いだったのかもって思ってた。ごめんなさい。こんなのずるいよね。みんなあなたが大好きなのに。あなたが誰を選んでも思うだけなら許されるかな。中丸くん。僕優柔不断で。うん。本当にごめん。うん。でもそんなあなたが私は好きだよ。結局、僕が誰と結婚したかというと。旦那様、主様、弟くん、あなた